は新松戸山木テニスクラブさんにお邪魔しています、はい、田代優雅プロの練習ちょっと見学しに来てるんですけど、春夏ウェアのね早速モデル着てもらってますけど、はい、まあ、デザインとか着心地とかそこら辺聞かせてほしいなと思うんで、最初その暗い部屋の中で見た時にちょっといまいちよくわからなかったんですけど、その太陽に当たってこう光がこう差してる時に落ちると、結構なんですか、外から遠くから見てたら結構目立つかなって思うんですけど、だから結構デザインとかは結構気に入ってて、着心地はやっぱりしっかりとストレッチ素材に乗ってくれるのもあるので、やっぱり汗かいてそのちょっとベタってした時とかウェアがちょっとくっつく感じがないんで、結構着やすい、動きやすい感じはしますね。着ててテンションは上がる。わかります。もちろん、もちろんそれはダンロップ愛好者ですから、愛好者ですで、あとラケット今、はい、CX200 使ってもらってますけど、まあいろいろ多分新しいのが出るとチャレンジしてるんでしょうね。そうですね、で結局この CX に戻ってきてるあたりは、まあ、なんか決め手があるのかな。最初はこれの1個前のモデルを使ってて、その前もか、その前もずっとあのこの 2.0200 使ってたんですけど、去年一昨年に300 使ってて、その時はそのちょっと何て言うんだろう、簡単に飛んでくれるラケットっていうのをちょっと欲しいなと思って、で SX300 がしっかり飛んでくれて、しっかり回転も落ちるっていうので思ってやってたんですけど、それにだんだんと慣れてきちゃって、今度は逆に自分の持ち味であるスイングするっていうか、自分からスイングするっていうことをした時にちょっとこううまく噛み合わずに吹っ飛んじゃうっていうのが結構多発してて、そこからちょっとラケット振れなくなっちゃった時期が少しあったので、こっちの方がしっかりコントロール系で、まあ、SX よりは飛ばないんですけど、しっかりと抑えが効いてくれるので、まあ、しっかりと、自分の中で振り切って、でその中で結構いいポイントがその SX よりもあったので、うん、まあ、そこがこう返ってきたというか、うん、決めてかな、まあ、じゃあ持ち味のね、ビッグフォア、ビッグサーブが生きるラケット、そうですね、うん、まあ、ストリングもバイト使ってるんですけど、はい、そこら辺も感覚もいい感じ、感覚いいですね。少し前まで132の方使ってたんですけど、うん、最近ちょっと127で変えたっていうのもあって、まあそれもやっぱり最近ナダルも13の方でしたっけ、からか使ってたやつを最近なんか130で変えたっていう記事をたまたま見て、でやっぱり直近でもう最近練習してる人とかもやっぱり細いゲージ使ってる人が結構いたので、鈍い当たりがずっと130でやってきて、鈍い当たりが染みついてたんですけど、ちょっと当たりを少しシャープというか、ちょっとそれこそ細いゲージの方がすんなりと飛んでくれるというか、こう球離れが若干早く感じるような気がするんで、でそれでまあ127に変えてみて、結構回転もしっかりかかって、しっかりベースライン付近で急激に落ちるドライブがしっかりかかって落ちるようなボールが出るようになったので、そこが127に。今年も入って5月になりますけど、そうですね、もう半年終わります。うん、まあ、ちょっと今年の目標、ね、最後カメラ目線でお願いします。はい、はい、今年は、僕自身まだ全日本選手権で本戦には行ったことあるんですけど、1回もまだ勝ったことがないので、まずは本戦をしっかり勝つことと、そこから、勝ち上がって、ベスト8に今年は入れるように、今年と来年2年間の目標はベスト8以上に入れるようにっていうふうに考えて、日々努力というか日々練習しているので、まずはそこをしっかり目標にして、そこからさらにまた上を目指せるように思っていきたいと思います。はい、じゃあ皆さんも田代選手の活躍を、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。じゃあ本日ありがとうございました。